ビーフジャーキージャーキーとは肉を干した保存食料のことである。南米の先住民の言語の一つであるケチュア語で日干しにした食材全般を呼ぶジャルケまたはチャルキが元であり、英語のジャーキーはこれが変化したものである。細切りにしたタイプのビーフジャーキー肉を保存する目的で加工したものであり、そのまま干すのではなく、塩や 香辛料などを塗布することによって腐敗を防いでいる。また、燻煙することも多い。燻煙されたジャーキーはスモークジャーキーと呼ばれる。燻製液につけた後にオーブンなどで乾燥させながら焼いて作られることもある。日本製もしくは日本向けの製品では風味付けに醤油を用いることもある。ジャーキーにする食材としては圧倒的に牛肉が多く、 特に断りなく、ジャーキーといった場合、牛肉のジャーキーを指すことが多い。牛肉の他には、馬肉や豚肉、鶏のささみ、鮭などで、珍しいものでは、カンガルーやワニ、イノシシ、ネズミの肉などがある。日本のスルメも、海外では、イカのジャーキーとして扱われており、鮭を燻上して干した、トマや、土クジラの干物である、クジラのタレなども、 食品の分類としてはジャーキーの一種である。アメリカ合衆国では1960年頃から商品として広く普及している。ベトナム戦争の際に兵士の携帯食料として用いられて広まったと言われている。また、アメリカを訪れる日本人観光客の購入する定番お土産品の一つであったが、現在ではお土産として日本国内に持ち込むことは 不可能になっている。また、ジャーキーは犬や猫の餌としても多く販売されている。ペット用のジャーキーの場合、塩や香辛料などの味はほとんどついていない。ペット用のビーフジャーキーも販売されているが、コストが高くつくので鳥のジャーキーも多く売られている。ジャーキーはそのままかじって味わうことが多いが、スープなどに入れる食材として用いることもある。 適度な塩味のついたジャーキーはかなりの種類があり、酒を飲む時のつまみとしても人気が高く、ファンも多い。南米ではスープに入れるなどして広く利用されている。2000年初頭より BSE 問題のためアメリカ合衆国を呼び、カナダで販売されているビーフジャーキーなどの牛肉加工食品は日本国内に一切持ち込めなくなった。牛肉輸入が再開された後も、 2021年、現在持ち込むことはできない。ありがとうございます。